保健室の先生だけど質問ある？白衣なんて着ないよ。大抵妄想の中の、保健室の先生って高校なんだよな。それ以外で着る人は少ないと思う。特に小学校で働いてる友人の中には着てる子は、少なくともいないよ。結局冷血してたの？連載終わったんだよね。成績は？ノーマルです。字を見たら興奮とかしません。最近って、保健室通学の子多い？うちんとこは今は奇跡的にいません。まあほぼ保健室の住人みたいな子は数人いるけど。先生眠いからベッド貸して。ようおばさん。入ってくる子によく言われるわ。おばさんがお姉さんに治るまで聞き返し続けるけど、俺平熱が 35.7 くらいだから 36.5 前後あると辛いって何度も言ってるのに、なんでわかってくれないの？すでに保護者から報告済みか実際に低いって確認できてる子には、柔軟に対応してますよ。はい、養護教諭の免許持ってます。生かすべきか悩んでる。相談乗ってくれ。やりたいなら講師登録やっちゃいなよ。しんどい時もあるけど子供は可愛いよ。ただどの講師がいいかは、きちんと教育委員会の面接で勇気を持って言うべき。例えば高校生と楽しくおしゃべりしながらとか、ある程度の対象年齢が決まってる人には、どこでもいいは危険だよ。養護教諭に死を持った保健師の私が記念パチコ。学校保健委員会ではいつもお世話になっております。こいつ体育サボるために来たとかわかるの？すみません、俺のことです。複数回来出する子についてはやっぱり傾向を見るよ。放課後にそれとなく担任の先生に伝えてみたりもする。今は2日に一遍ぐらいで数学の時に急に吐き気がする子がいるな。結婚してんの？結婚どころか彼氏すらいないも女だが、生徒には彼氏いるしと見栄を張る。もちろん、はい嘘と言われる。ただ生徒たちの中では私は高校生ですでに初体験済みになっている。なんともありがたいことである。結婚して子供ができたらまた仕事への姿勢が変わるだろうから。子供は欲しいよな。保健室の先生でなんでエロいのいないの？ナイトメアメーカーみたいな保健の先生いないの？エロい先生は探せばいるかも。可愛い先生はいっぱいいるよ。ただ、今は世間の目が厳しいので、生徒に手を出すなんてとてもとても、だと思う。あとその漫画はレビューでしか見たことないけどエロ綺麗ですよね。先生、耳かきして。勝手にしてよと言ったら友達同士でやり始めたのはいいが、男同士で膝枕ってどうなの？来出してた女生徒ドン引き。昔すごいお世話になった。頑張って。ありがとう。担任の先生とかとは違って結婚式にも同窓会にも呼ばれるポジションじゃない分、そうやって誰かの役に立ったって記憶に残られるのが一番嬉しいかも。保健室の先生なのはいいけれど貧乳でおばさんでも女とかもう聞くことないわ。ごめんね、まだ25歳だけど貧乳でも女でごめんね。先生、僕の、腎が腫れるのは病気でしょうか？病気かどうかそれだけじゃわからないけど保冷剤は貸しませんよ。後にせようとしなくてもいいです。なんで保冷剤で冷やすの？思春期の男子どもは冷やすと大きくなるっていう俗説を信じてるから、実際に一人打撲したっていうから保冷剤化したら、その子の友人が、そいつのがぬるくなったから次のもらいに来ましたって言って、だから貸したのにその子は教室で股間冷やしてたっていう報告があったのです。小学校の時、保健室の先生に耳かきしてもらってた。週1ぐらいで、放課後残されて、いい思い出じゃないですか。でも実際耳鼻科検診でも耳垢診断される子は多い。耳垢の質とか、溜まりやすい子もいるんだろうね。ガンブリオンなんとかしたいです。聞くたびに必殺技っぽく言うスレ思い出して吹きそうになる。俺が中学校の頃は保健室の先生が性教育とか担当してたんだが、もう女で性教育できるのか？そこは妄想でカバーだ。まあその手の質問は男女問わずあるので、わかる範囲で教えてあげるよ。大学でコンドームの付け方とかは習ったし人にも教えたしね。普段立ってるだのやっただのキャーキャーする女子が性教育のハンドブック読みながら、私毎日これ、マスターベーションする男子はマジで無理だわとか言ってるの聞くと、なんだか可愛いなぁと思うし、ちゃんと正しい知識を教えないととも思うよ。私の通ってた学校だけかもしれないけど、保健室に安物のナプキンを1種類だけ置いてるの？数種類あれば使いやすいのに。うちは2種類だ。でも安物だね。多い費用とかスリムは置いてないね。あと一応借りたら新品返すってルールのはずなんだがやはり返してくれる子は皆無。どうやってなんの？メインは、養護教諭になるための学科がある教育学部からだとは思うけど、一旦看護師の免許取ってから1年くらい大学通って免許もらって、って人も割といる。私は前者なので注射は打てない人間。あと今は保健室って原則目薬も頭痛薬も子供に出せないんだよ。じゃあ大学にいる行為とは全然権限が違うのか？具体的には、看護師を100とするとどれくらい医学の知識あるの？一番大きいのは、診断ができないことかな。最終的には全部病院に行ってもらうしかない。子供は保健室に来たらなんとかなるとか思ってるけど、そうではない。保健室はあくまで、救急処置の場である。ベテランの方は知識があるだろうけど、私はマジで不勉強なので5ぐらいだと思う。子供の方が詳しい時とかあるしね。公立の公務員のカスどもはクズばっかりだったけれど今でも尊敬している人はいる。片手で数えられるくらいだけどな。それでも尊敬できる教師に少なからず出会えてよかったと思う。だからまあなんだ、頑張ってください。その中には保健室の先生も含まれているから。ありがとうございます。頑張ります。節電とか関係なく勤務中にエアコン使えない職場なんて学校ぐらいだと思うけど、それでも頑張ります。マジで地獄だよ。どうすればなれるのか？てか養護教諭って医療系？教育系？どっちなんでしょうかね？さっき答えた通りです。最近は医療系大学からなる子も聞きます。私は講義で教授から、養護教諭は立派な教諭だと教わりました。体育教師はクズが多い。もちろんいい人もいる。うちの学校は体育の先生の人柄で持ってるようなもん。あの方がいなかったら生徒も先生もきっと崩壊するわ。職場内恋愛ってありますか？あると思います。てか自分がそうなりかけた、危ねえ。後ガチで生徒に好意を持った人もいましたね、危ねえ。なんでババアしかいないの？カウンセラーは時々美人いるのに。だからここに25歳のピチピチがいるよっつってんだろ。教員採用試験受かった後は、母校に採用枠ありませんかとか訪問に行くの？養護教諭って一校に一人が多いので、母校に採用されることは稀なんじゃないかな。私はそもそも県外なので母校訪問等はしてません。おいおい、いつもドヤ顔で遠足とかについてきてたけど、全然頼りになんねえのかよ。毎年修学旅行強制参加おいしいです。いや、最終的な判断はってだけでできる範囲の手当てはするよ。プチプチならウプしてみやがれ。職場の服装にガーターベルト履いてウプ。職場の服装は綿パンにカーディガンが多い。スカート？そんなヒラヒラしたもん履いてたら生徒を追って走れないじゃないですか。あとガーターベルトなんてエロい装備、先生は持ってませんよ。男でもなれるのだろうか？いや、昔、なりてえって思うくらい人間的に尊敬した保健室の先生がいたもんで、いやガチで学級担任以上に人生の先生になれんじゃねって人だったから。男の先生は少ないけどいるよ。去年で全国で35人くらいらしい。実際一人にはお会いしたことがあるけど、元看護師で、どうしても顧問になりたくて養護教諭になったらしい。俺、高校生だけど、肩と足首にタトゥー入れてるを。校則によっては黙認されるかも？人にもよると思うけど、自分はその場で叱ることはあまりしないな。やんわり言うにとどめて、あとは担任の先生などにお任せするかも。切れさせないように、不安にならないようにはなかなか難しいと思うけど、本人にも、担任の先生に相談するよって言っとかないと逆恨みされるかもしれないから、気をつけてね。気をつけます。ありがとう。生徒を追って走るって詳しく。そのまんまの意味です。教室入りたがらない子を教室まで連れて行こうとする、逃げる、追いかける。毎日こんなんばっかりだよ。エロメガネかけてる？普段はコンタクトだけど調子悪くてメガネかけていったら、先生今日エロいとは言われたことある。あれ保健室の先生って看護学科出てそれプラス1年。勉強してなるんじゃなかったっけ？教育学部でもなれるのか？そんなわけねえよな。あるんです、私がそうですから。保健室の先生は軽い怪我だけ処理してればいい。熱があったら、家に帰れ。なんかやばそうなら、救急車呼ぶよ。してればいいから楽だって父ちゃん言ってた。異論は？楽だ以外は異論なし。正直、子供に、先生って暇そうって言われるのが一番カチンとくる。悪いが楽な仕事じゃないよ。むしろどの教職員よりも心も体も強くないとやっていけないと思う。ちょっと待ってくれ。そうすると教育学部で看護師の資格を取って、その上でさらに勉強をしたってことでいいのですか？つか教育学部で看護師の資格を取れるのか？教育学部で養護教諭の免許を取った。終わり。あとは共済受けるなり講師登録するなりで電話がかかってきたら保健室の先生になれる。教育学部では看護師にはなれないと思うよ。妹が教員やってるけど、普通に大変だと思ったな。部活の付き添いで土日出勤してるし、生徒が何かやらかしたとかで使用が潰されてたりするしな。しかも親のクレームとか大変らしいしな。今の子から見ればいわゆるブラックだと思うな。妹さんお疲れ様です。やっぱ今は子供にも親にも気を使うから大変だと思うのです。私は若造だからニコニコしてればいいけれど、中堅ぐらいの先生は、バンバン携帯に保護者から着信かかってきてそれの対処に追われてるよ。ババア何歳？おばさんもう怒っちゃったからね。来週1週間保健室入室禁止。中高ことごとくおばさんだったな。ちょっと若いとやられるんだろうな。私も中学校ですが至って清らかなままです。でもこの前長い隅を押し倒されました。それでも至って清らかなままです。ドキューンとか中二病が保健室に住み着いてる？ドキューンは、田舎レベルの悪ガキちゃんならいる。あとリアル中二病がいて困る。リスカートそんな自慢げに見せられても、包帯巻いてと言われても。マジか。養護教諭も顧問ってできるんだね。確かにそのリスペクトしてる先生も年取ってたけど、弓道部に顔出すこともあるらしく保健室にバカでかい弓あったわ。いや暇すぎて遊ぶにしてはでかすぎるよなと思って聞いてみたんだがね。私も今顧問してるよ、第2だけど。友人はバリバリバレー部顧問してる。あのバイタリティは見習いたいわ。小学校の頃の保健室の先生が9したの見てからなんかトラウマなんだけど。9はショックだね。私ももし子供が突然とかなったらどうしよう。落ち着いて対処できるだろうか。書類多いよな。感染症対策とか？書類は本当に多いね。新型インフルが流行った時はもういい加減対処の仕方統一して、と思ったわ。なんで大したことない怪我でも病院行かせるの？本人が大丈夫って言ってるなら大丈夫なんだろ。首から上はとりあえず病院行かせろ、が今の用語共有のパターンなんだよ。特に頭打った、歯をぶつけた、目にボール当たったわ。どんなに本人が大丈夫と言っても最低でも保護者連絡はするよ。他の怪我でも、怪しかったら行かせとく。なぜなら、言ったけど大したことなかった。生き損なんだけどよりも、大丈夫と信じてたら大事だった。なぜあの時すぐ危機を知らせてくれなかった？の方がはるかに恐ろしいからです。ガチ顧問ってすげえな。それで全国とか行った日には注目が半端ないだろうね。ご本人様は何の顧問を？吹奏楽部、未経験なのによく任命されたもんだ。みんなの練習に合わせて首を左右に振り、ノリノリになるだけの簡単なお仕事です。俺、タバコは小5から吸ってから、酒は未だに苦手だけどな。こういう、こんなに若いうちからたしなんでるぜ。ってマイナスにしかならない自慢をよくされるんだな。酒もタバコも、未成年のうちはダメ、絶対。と言ってはみるが、それでやめたら苦労しないよね。採用試験難しかった？ 30 歳からチャレンジしてもなれる？私の職場にも30代でチャレンジしてる人は複数名いるよ。難しさは各都道府県によって違うからね。神奈川、大阪が狙い目ってのはよく聞くけれど、2回目で受かったのは運が良かったとしか言いようがない。仕事しながら採用試験の勉強は、正直職場が理解を示さないと厳しいと思う。ちっこい蜂に足チクってされただけで病院に運ばれたんですが。蜂か、確かに、アナフィラキシーが心配だから病院行きませんかとは言うだろうね。行かないにしても保護者に連絡をしないのはありえないと思う。イレギュラーな怪我だから。医療職の免許ないのに消毒とかしていいの？医療行為じゃないの？業として行ってるよね。消毒も医療行為か、確かに、その発想はなかった。でもうちの学校では消毒あまりしないので見逃してもらえませんか？ダメですかね。いや、どう解釈されてるのか知りたかっただけ。看護師ですら医師からの指示がなければ一切そういうことできないわけだし。消毒だけは言われたことないから勝手な判断でしてるな。最近は、閉鎖療法は医療行為に属するから勝手にするな敵を達しが来て、ちょっとへこんだよ。他校の方法とか聞いてそろそろ取り入れようかと思っていたのに。大阪住んだことないけど、とんでもないモンペアがいそうだ。大阪の先生すげえな。それも心配だが、自分の場合は、先生面白くないって子供たちに言われそうなことが心配で、大阪は受けられない。高校の時保健室で、ちなことしてましたごめんなさい。過ぎたことは仕方がない。むしろ全ての生徒が一度はするであろう妄想を叶えて立派だとも言える。だがうちの生徒には絶対させたくない。網大履いてあさって登校決定。うわぁ、キモ、と言われること必死ですが、それでもよろしければ。VIPにいるのがショック。ごめんね、おばさんこんなとこにいてごめんね。俺も教師になるんだ。そんで顧問になって、ぬほど走らせるんだ。熱中症対策がこれでもかと叫ばれてる中それはやめろ。死ぬほど辛いトレーニングは冬メインだから大丈夫だ。夏は日が落ちてからだな。でも生徒がヘタレだったら意味ないな。それならぜひ頑張ってもらいたい。特に高校にもなればみんな真剣に部活するだろうから、多少しごかれた方が鍛えられていいかも。でもとにかく無茶はさせないようにお願いします。未来の先生。ブラチラ見れますか？そう、すれ立てる以上これだけは言いたかったんだ。恐れるものがない女子中学生の明けっぴろげ感は異常。黒やカラフルなスケブラ見放題、ソファに M 字開脚で太もも見放題。はしたないからやめなさい、と言っても、下に履いてるしとスパッツを見せつけてくるありさま。体温測るときはブラチラもあるよ、みんな意外と気にしないのだ。いつもそういうのを眺めながら、一部の人間にはたまらん光景なんだろうなと思う。それももちろん大変だわな。平日は仕方ないとしても、休日も部活やら大会あるやん。ガチな顧問じゃないのにさすがに休日出勤までして大変だな、って思う。ご苦労様です。見た中で一番ひどい怪我って何？なんか気を使ってもらってありがとう。ひどかった怪我は、まだあまり経験ないから少ないんだけど、ガラスに突っ込んだー、って叫び声とともに腕血まみれの子が来た時はさすがに焦った。要するに基本的な医療知識はないってことでオケ？なんだよそれ。ベテランの人は医者並みだと思います。私が知らないだけなのです。奇跡の万能薬オロナイン H 軟膏は置いてる？赤チンある？オロナインの代わりにメンソレータムがあるよ。赤チンはもうないね。赤チンの時代は終わったのだよ。何年目？通算は3年目。去年新採用だった。正直応急処置できるかすら怪しいよね。イグザクトリー。いや割とマジで。先生の性変歴の話聞きたいな。気になる人の家に泊まってベッドまで借りたのに何もなかったよ。これでお分かりかな。ベテランの人は医者並みとか舐めてんの？これだから医師以外の底辺医療職は嫌いなんだよ。アホが出しゃばんな。だから私は無知なのです。精進します。でも出しゃばってはないよ。出しゃばる職でもないしね。なんつうか、見事なまでの動物園だな。うちの保健室も動物園に近い時があるよ。見に来てね。なるほどこういうのを相手にしてるわけか。惚れるわ。ところがどっこい、ふざけての、しねえは日常茶飯事でも。ガチの悪口を言ってくる子ってあまりいないのですよ。そこがやっぱり素直で良いです。今教員になるって相当厳しいよな。塾講師すらも厳しそう。でも楽しいよ。子供の成長を間近で見られる幸せがあるよ。やりがいがあるよ。本領間違っとるがな。テスト、教師は全体的に結構多いような気がするな。それともそういう人って目立つからかな。結局社会に出ず、就活もせず、教員になる、と思い続けて教員になってるから、他の可能性に気づけないのかも、とは、ちょっと思った。そろそろ寝ます。質問してくれた人、ありがとう。怪我したり悩んだり困ったりしたらいつでも保健室に来てね。以上です。皆さんは保健室の先生についてどう思いますか？